神戸市立北、神戸中学校は、兵庫県神戸市北区がの子台北町にある市立の中学校。略称は北中。神戸市立の中学校で最も北に位置する。グラウンドは、神戸市認定の広さを持ち、野球などの大会の会場校ともなる。生徒数は、1学年7から9クラス程度。長尾小学校区の人口増加により、生徒数も、 増加傾向にある。生徒会は全生徒で構成され、生徒会規約に基づいて運用されている。教師の指導と助言のもとに、生徒相互の友愛と協調を通じて、楽しく規律ある学校生活の向上発展を図ることを目的としている。生徒会役員生徒会長、副会長、初期は全生徒が参加する選挙によって選出される。 各専門委員は教師による推薦などによって選出される。任期は1月から12月までの1年間。学級委員学級委員は、各学期の初めに、学級内で立候補、推薦、投票などにより選出される。生徒会の最高審議機関であるが、以下の審議以外は、全校評議会で代行され、ほとんど開かれることはない。全校評議会は、 生徒会役員と各学級委員長で構成され、生徒総会の議決を代行する機関で、生徒会活動全般にわたる事項について協議される。月1回開かれ、学年評議会の翌日に開かれる場合が多い。学年評議会は、各学級委員長で構成され、月1回開かれる。学年内の諸問題や、学年内で行われる行事などについて協議される。 執行委員会は、生徒会役員で構成され、生徒会活動全般にわたる事項について、企画立案にあたる。各専門委員会は、委員長と各学級の委員によって、文化委員会、生活委員会、美会委員会、体育委員会、保健委員会、図書委員会が構成される。全校評議会での決定事項の実行と、各専門委員会の独自の活動を行っている。 委員会は月に1回開かれるが、必要があれば臨時に開かれることもある。文化委員会生徒の文化面の向上を活動内容としている。100人一種大会などの司会を務める。その食べるマークやプルタブなども集めている。生活委員会生徒の生活の向上を活動内容としている。朝、生活委員長と各学級の委員が週替わりで正門で、 挨拶運動を行っている。美会委員会学校内の美化を活動内容としている。美会委員長と各学級の委員が週替わりで早朝校内の掃除を行っている。体育委員会体育に関する事柄を活動内容としている。普段は体育倉庫で昼休みにボールの貸し出しを行っている。体育会や球技大会などの行事では司会など、 主導的な役割を果たしている。保健委員会生徒の保健、衛生の向上を活動内容としている。トイレットペーパーの交換や洗面所の石鹸の交換などを行っている。保健頼りの発行も行っている。図書委員会学校図書館の管理、運営及び利用促進を活動内容としている。図書委員長と各学級の委員が週替わりで昼休みに 図書室を開放して図書の貸し出しを行っている。部長会は各部活動の部長で構成され、部活動運営の企画や方針の提案、討議がされる。校区は東西約1 2トル南北約3キロメートルと細長く広いため、令和3年度は550名の生徒がバス通学となっている。ありがとうございます。